まずウェーブ1は完全体ですね。ワイズモン。はい、どうもみなさんこんにちは、太陽です。今日もデジモンリアライズやっていきたいなと思います。前回はね、アンダーワールドのベータ、進めていったわけなんですけども、まあ、今回もね、引き続き、まあ、先進めるかどうかっていうのをやっていきたいなと思います。あ、これ違う、バトルパークだった。これじゃなくて、で前回は、まあ、17階層まで進んできたので、まあ、18階層から行っていきたいなと思います。さて18階層行ってみましょう。もういきなりウェーブ1からね、結構強そうなやつ出てきましたね。いや、これなかなか、スキル封じ。オッケー、削っていく。ナイス。ここでウェーブ3ですね。いいバモンが出てきたか。じゃあこちらもいいバモンで対抗しましょう。ナイス。ダークネスアタック、こちら問題なさそうですね。 OK。 続いて、19階層、まあ、こちらも究極体と完全体が出てくると。いきましょう。こちらが19階層。18階層と同じで、ウェーブ1から完全体も出てきてますね。オッケー、行きましょう。レインチェア、OK、削っていく。猫パンチ、ここで回復していく。確実に1体削りましょう。おー、なかなか強い。こちらも使っていきましょう。クレイナブチュアー、高血になってるか。これね、なんかいいようで悪いんだよな。オッケー、ナイス。おー、いいっすね、今のところは。
順調順調。でこちらが今現在あるところ20階層が最後なんですけども、まあ、こちらも究極体、完全体が出てくるとなところで行ってみましょう。果たしていけるかどうかってとこですね。究極体の、まあ、2体分ね、もう表示されてたので、まあ、かなり、まずウェーブ1は完全体ですね。ワイズモン。このエラーもね、結構ダメージ食らっちゃうんですよね、継続で。で、エラーは、まあ、ダメージをした、敵を攻撃すると、まあ、ダメージ受けちゃうみたいな感じの状態以上でしたね。結構食らってるな。で攻撃しといて回復しましょう。ビーメタルファイヤー結構食らってるな。ヘブンズゲート、なかなかきついぞ。はい、マックス使って、結構強いな。おー、いいバモンが沈んだか。スクラップレスクロー、ケイ。あ、いいんじゃないこれ。ナイス。デジルビー100個、これは美味しい。はい。ってなわけでですね、今回は、アンダーワールド、ま、すべてのね、階層を、ま、クリアできましたっていうところだったんですけど、いかがだったでしょうか。ま、なんとかですね、パーティーの方の強化も、ま、してきたってこともあり、クリアすることができましたが、ま、今現在ね、20階層までしかないんですけども、ま、今後ね、また10階層増えたりとか、ま、20階層分増えたりとかしてくるかなっていうところもありますので、ま、そこら辺に備えてね、パーティーの強化を怠らずに進めていきたいなと思います。まああとはね、キャラクター被ったやつがいれば、まあ、スキル上げだったりとか、あとはプラグインの強化、まあこちらもね、まあかなり重要になってきてるんですけども、まあ自分ね、まだあんまりプラグインとか、まあ、持ってたりしないので、まあ、現状でもらえてるプラグインの方を、まあマックスまでね、強化していこうかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。